一人だけ気持ちよくなってました。ありがとうございます。ですね、ここにね、すごいマック信者、リンゴがいっぱいあるんですけど、これあんまりほとんど使わないですよ。使おうかな、どうしようか迷っても後ろに置いてるだけなんですけど、喋ってるのは緊張、自分の緊張を解きほぐすためです。はい、歌を歌います。バッドビューティフル。もう説明はいいです。歌うまくないですよ。今年の魔除けに使ってください。おかしいな、ここでガハが受けるはずだったのに。
余興ですか、余興ですか、もうね、もう歌ってるよ、ガンガン鳴らしていいよ、もう、本当にさ、もう、コーヒー入れていいよ。だって、そうしたら僕の歌聞こえないじゃんね。やっぱ小さいし、ああ、終わった終わった。もう、ここからはね、おギャラが取れるお仕事ですよ。もう、ここは今、余興ですから、ね、あ。ありがとうね。ありがとう。あ、しかもないね。はい。じゃあね、iPad、さよなら。この時のためだけにできた iPad 君です。さよなら、またね。さよなら、今日、あ、じゃあ。
次はですね、はい、お待たせしました。声でかいよ、コール・ポーターの You'd be so nice to come home。 もうね、緊張が解けたから手が動いちゃう、うん、あのこれね、あの大橋巨泉さんがね、間違えて訳して、本人もね、おっしゃってましたけど、これ本当は君がここにいる。すいません、テイク2お願いします。君がそこにいてくれたら最高だぜっていう役なんですけど、帰ってきてくれたら嬉しいわってなってて、大橋巨泉さんがどうしようって言って自分でカミングアウトしたっていう。大橋巨泉さんって知らないですよね。クイズダービーとか原平さんに1000点とか言ってもやばい、喋るが喋るが寒くなってきた。あ、よかった、今のでちょっとこう、あ、まあいいや、勇気そうなやつか。
Thomas, you'll be so nice to come home to. まあ本当はビバップスタイルでお続きしたんですよね。そうですよね。これ横浜のハイアットリージェンシーでやってる時にエロルガーナスタイルとちょっと混ぜてやったんですけど、なんとね、シェフがアメリカに20年いた人で、まあ、ちょっと有名な人なんですけどね、その人がね、すごい気に入ってくれて、まあ、様々な面白いことがいろいろあったんですけど、まあ、ちょっとね、あまり言うとまずいこと、いっぱいまずいことあるので、いわゆる有名なサックスのバンされて、僕でお願いしたいとかね、あ、全部言っちゃってるじゃん、みたいなね、まあそんな自慢回しは、さまざまあるけど、いろいろ、日本だと家族があるので、アメリカだったらいいんですけどね。そう自慢すると、ちなみに僕、トランプ大統領と一緒にニューヨークで、トランプホテルで演奏したりとかね、いっぱいしてたんですけど、日本じゃやってないですよね。まあいいんですけど、ありがとうございます。じゃあですね、続けて、ブラックオルフェとオールダスシングユーア、これもね、このオールダスシングユーアってスタンダードの人っていっぱい、スタンダードのジャズの人たちをみんなやっていただけるから、すごくいいんですけど、これ、1930年。の時にブロードウェイでね曲ができたんですが、あまりにも曲が難解すぎちゃって、そうこの作曲家ジェームス・カーンですね、だからなんとかハーンさんね、干されちゃうんですよね。でその後来たのがリチャード・ロジャースですね。でそうだ、これよく見たらジェームズ・ハーンの後にリチャード・ロジャースがあるという、ただそれだけを言いたかっただけでこんだけ時間伸ばしてるっていう、ドラムすいませんね、待って、もう 今か待ってるのにありがとうございます。じゃあブラック・オルフェとオールダス・シング・ユーロに続けてお届けします。Thank you.
最後アンコールをやるんですけど、いやアンコール来なくても勝手にやるんですけど、まあ、一応このセット最後処理をやるのは最後だということなんですけども、このマイフェイブラシングスをやろうとしてるんですが、これ確かコルトレインが有名にしたんですけども、まあ知ってる人はすみません、知らなかった人はお得意な話なんですけど、この時コルトレインはソプラノサックスっていう細長いあのサックスを吹いてるんですが、これがねバーブの社長から、お前そんなさでかくて暑苦しい演奏しないでさ受ける曲やってよって言われて、
サウンドミュージックの曲やれって言われちゃったんですよね、会社から。でもこの時に金がなかったから、サックス買えないと。でそこで何したかっていうと、ブルーノートの当時社長の社長にお金を貸してほしいって頼むんですよね。ちょうど今時期ですね、クリスマスのシーズンの時に。そしたら、まあどうしたんだいって言ったら、実はバーブの社長にソプラノサックスを吹けと、その代わり会社じゃ金を出さんと言われたって言って、でそれでまあ金を貸してほしいって言って、まあちょっと待ってくれって言って、ブルーノートの社長が、コルトレン用にセルマーの一番最高なソプラノサックスを準備して、さらにお金ないんだろうって言って、そのセレマのサックスが買えるだけのお金を貸してあげて、でこれをコルトレーンはただで貸してくれるわけじゃないんだよねって言ったら、一つだけ条件があるって言ったら、一度でいいからうちでレコーディングしてほしいってやったのが、ブルートレイン、あ、ブルートレインですね、とサイレントノーっていうのが入ってるアルバムなんですけど、あの1枚で実はブルーノートっていう会社が潰れちゃうんですよ。何かっていうと、当時のアメリカは2枚目のヒットでないとレコードの収入が入らないように印税をコントロールしてたんです。だから1枚が当たっちゃうと会社は赤字になるんですよね。会社がレコードを作る、販売する、販売したところの販売店は儲かるけども、レコード会社にはお金は来ないっていうシステムだったんです、当時は。それでも1枚やってほしいって言って、まあそれが未曾有の大ヒットになって、ブルーノートレーベルが潰れていくっていう。でコルトレーンはその後またソプラノサックスやったりとかテナーサックスやるんですけども、これで飛び火したのがエリントンだったんですよね。エリントンはチムチムリーをやるっていうお話になってしまってて、やらないんですけどね、うん、でまあそこまで喋ってて、まあフェイバーシンクスやるってことなんですけど、まあまあこの後にチラチラっと余興をするので、まあまあそれも楽しんでくださいっていうフリーなんですけども、じゃあとりあえずこのセットの最後のマイフェイバーシンクスコールドレインチューンで本当かよお届けしたいと思います。
なくてもアンコールやろうっていう、もうこのふざけたおっさんなわけで、ピアニストなわけですよ。で、まあ、ソロピアノもするんですけども、ちょっとここにね、せっかく持ってきたので使っちゃおうかなということで、使っちゃおうかなって言いながら準備してないことがありましてですね、覚えてないこともあったりするわけですよ。で、何かというとですね、ちょっとまあこれ余興なんですけども、コルトレーンカルテットの CD からコルトレーンのサックスだけを特集に抜きまして、って言っても分かんないですよね。これサックスがだけ持ってるんですけど、これシェイクですね。まあ、これは先月もやったんですけど、これいつもサンマルクで、サンマルクの神岡店で BGM として演奏してる、すいませんね商売ネタでってよく言うんですけども、まあ、ちょっとそれをねやって、あとはソロピアノを少しやってお時間まで、まあ余興として楽しんでください。で、スコルトレーの方はセイトとコートのスミルですね。じゃあ2曲続けてお届けしたいと思います。Thank you.
ました。